仏光寺。仏光寺は、京都府京都市下京区にある新州仏光寺派の本山。3号は渋谷山、汁谷山。京都渋谷に寺本があった頃、1300年代後半から1400年代前半は、同じ浄土新州の本願寺を遥かにしのぐ勢力があった。仏光寺と新自体で表記されることもあるが、正式表記は仏光寺である。 上元元年、1205年、千秋年物は停止され、浄土新宗の宗祖とされる新蘭は、越後国に配慮された、上元の法難。次元によると、新蘭は斜面の翌年の権略2年、1212 12年に、京都に帰り、山城国山品里に一位を創建し、純徳天皇より、聖徳太子にまつわる、交流消防の直眼を賜り、 交流消防寺と名付けた。これが、後の仏光寺で、親鸞はこの寺を、弟子の神仏に任せ、その後、阿弥陀仏の本願を広めるため関東行家に旅立ったとされる。しかし、親鸞が山品に、高昇寺を建てたとするには、自伝以外の根拠に乏しく、史実としては、入る先の越後より、直接、関東方面へ向かったとする説が有力である。なお、 仏皇寺の神蘭年へのうち古い作品には、京都に帰った後に、高尚寺を建立せず、伊勢神宮に参詣した後に、関東に向かったとする者も,も存在しており、皇日の荒木門との間では、一旦京都に帰還した後に、関東に向かったとする伝承が古くから存在していたとする見方もある。仏皇寺教団の直接の母体は、武蔵国の荒木門と第三世限界。 浅布の門と第四世了解である。第七世了言は、本願寺や理学の協力と自習の影響のもと、巧妙本尊、絵形図、名帳などの媒体を用いて、布活動に力を入れ、精力的に最国の布教を行う。結果、紀内遺跡の新修念仏宣布の根本法上となった。これに対して、本願寺第三世保守閣女は、兼務四年、 1337年に、会社賞を表し、絵形図などを真宗にあらざるものと批判する。元号2年、1320年、両元により、教計活動の拠点を旧仏教の盛んな京都、東山に移すべく、山品から今、比叡知る谷、または渋谷、現在の京都国立博物館のあたりに寺本を置いた。史実としての仏光寺は、 両元が山品に建てた草案を今比江汁谷に移して自覚化したことをもって改装とする。なお、本願寺系寺院として再考された高章寺、高述には、両元が五条西の党院にあった、新蘭の重望を山品の草案に再考したとする説も伝えており、江戸時代に大谷本願寺通記を表した玄佐都市も、高章寺の新蘭立て立説を退りけつつも、両元が、 神殿の西野東院の重房山品に再興したことをもって、神殿の回帰としたのではないかと推測している。また、熊野恒明は、原作都市の解釈を妥当としつつ、高田門徒が京都機関説を採用していたとすれば、機関先は西野東院の重防と認識していた可能性が高い。孔章寺は、両源が山品に草案を立てたときに、形式的とはいえ角女から与えられた名であり、 この今、比叡ジルダニー天によって各女とは正式に決したため、寺名を改める必要があったとする。仏皇寺の寺号は、五代醐天皇が東南の方向から一筋の光が差し込むという夢を見たという場所に、高尚寺の盗まれた阿弥陀如来の木像が出てきたという霊言に由来する。これにより、阿弥陀仏、三寺の直後を賜り、それを縁に山品より、 京都渋谷に寺本を移したとも言われる。また、当時両元を頼っていた有覚の有覚一記によれば、有覚の提案を両元が入れた寺名であったとする。現行元年1321年には、各女により親鸞の平等である大谷平等は自因化され、独立。本願寺と合する。ここに、新たな浄土真宗の一派浄土真宗本願寺派を、 立ち上げた。大谷本願寺の成立。寺本の移転に伴い仏蜜寺は、多くの参経者を迎え流星を極める。また、両元の妻であった両名にが女性として、初の仏光寺旧姓、保守に就任している。一方の本願寺は、当時は、少年院の末寺に過ぎず、第八世保守、蓮ュ、女の時代の干渉六年、1465年1月9日に、 比叡山延暦寺斎藤の首都により、大屋本願寺が破却されるまでに荒廃していった。しかし、仏光寺も交流していくに伴い天来州、延暦寺からの弾圧が強まっていく。応仁元年、1467年、第十三世光京の時に、応仁の乱が起こる。京都の町は戦火に巻き込まれ、仏光寺も書道を消失する。乱のさなかの文明三年。 1471年、蓮女は越前国基地先で、不教活動を再開し、本願寺教団は、急速に発展していく。文明13年、1481年には、第14世、教皇、後の連教が、なんと本願寺の蓮女に帰依してしまい、山品西野に、高生寺という名の寺院を建立し、 仏光寺派の有力末寺四十八坊のうちの四十二坊を引き連れ本願寺に終止返し、新宗教制派を形成してしまうという大事件が起きてしまう。仏光寺の寺勢は急激に衰え、変わって本願寺が台頭するところとなる。残った有力末寺六坊は、京郷の弟京保まれを地温院から呼び戻し、新たな仏光寺第十四世とした。 以上の経緯から競合は、仏光寺歴代に数えられていない。天正十四年、1586年に、豊臣秀吉の根性により、寺本東城上坊門の流河城、現在地に移す、仏光寺通という通りの名前にもなっている。住職は、室町期以降二上家の有志となり、妙法院門跡の下で特度する慣習があった。やがて順門関に列せられ、 総上位を代々受ける。明治になり苗字交渉が義務付けられると渋谷制を名乗った。1896年、明治29年6月9日、館長渋谷隆教が男爵を授かって家族に礼せられた。原文主は2016年、平成28年に就任した渋谷新閣。仏皇寺の最盛期は、 高田千秋寺と共に、当時の本願寺を大きく上回る寺勢を誇っていた。上記四竜を合わせると、元の松寺は3000箇所以上に上るとも言われる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。